だいぶ前になってしまいますが、ミーハーに行きたいというタイトルで直名を送ってくださったことを覚えているでしょうか。それを読み、もっと好きって言っていいんだと衝撃を受けました。その程度しか知らないのに好きを名乗るなと言ってくる私の脳内警察を追い払ってくれました。それ以来いろいろなものに触れ、〇〇が好きだと言いやすくなりました。素敵なメールをありがとうございます。覚えてますよ。あれですね、ちょっと撮ってない方に軽くまあ説明しますと、いわゆるガチ勢ではないんですけど、美術展を見に行ったっていう状態なんですね。まあ、つまりミーハーな状態で行ったんですよ。浦くんがガイドをしているっていう理由で、芸術にもちろん自分なりに感じるものもあったし、なんていうんだろう、私みたいなこう何も知らない人に対してもこう優しく説明をしてくれるじゃないですか。もう全然知らないけどめちゃくちゃ楽しめたんですよ。で、人生ってこれで良くないって思って、その知識量がないからオタクって言えない、ファンって言えないっていうことって全くなくって、なんかその私を応援してくれている人にもね、きっと例えば今ねラジオ番組見てくださってる方とかがいたりとか、役を背負って歌って踊ってる私が好きっていう人もきっといるし、考え方そのものを紡ぐ文章が好きって言ってくれる人いっぱいいっぱいいるんですよ。でも全部好きじゃなきゃ鈴本明穂のファンいっちゃいけないのかっていうと、全然そんなことはなくって、この人好きかもっていう気持ちが1ミリでもあったら、全然私のこと知らなくてもそれってもう立派なファンって名乗っていいんじゃないかなって、なんかいや番組有料会員じゃないしとか、なんか作品のブルーレイ買ったわけじゃないしとか、いや直名入ってないし、いやツイッターフォローしてないし、自分はファンじゃないよって言われちゃう方がよっぽど悲しい。全部を追う必要は本当になくって、こう自分たちの好きな鈴本明穂を応援してくれていたらすごく嬉しいです。いっぱいいっぱい私というものをね、楽しみつつ、でもね、なんか無理ない範囲で追っていただければと思います。どこを切り抜いていただいてもね、私はねすごい素敵な自信がありますから。どこ食べても美味しいぞ私は。だからね、ぜひぜひ皆さんのねもう好きなところだけを食べて、鈴本明穂のファンですって堂々と名乗っていってください。